身近なママ友が基地かもしれない疑念が確信に変わりつつある早春。うち、ハムさ苦しい野郎ばっかり、3人の子持ち。相手は、女の子1人の子持ち。うちの次男と女の子が同級生で小学校高学年。幼稚園のプレからの付き合い。母同士半クラ趣味が合うし、子供同士も仲良し、と思う。遊ぶときは大概我が家で、それは相手の家の事情があるので。私も家に人が来るの苦じゃないのでいいんだけど。すごく我が家に来たがる親子だけど、用事とか疲れとかで無理なときはきっぱり断ってたので、気にしてなかった。もちろん、その親子以外にも人付き合いがあるので、いろんな人を招くが、最近、我が家の客の出入りをチェックして、止まってる車や自転車から客を特定し、苦情を言っていたらしい。そのママ友、仮に A とすると、接点のない、上の子や、下の子関係の客にも、なんとか接触して圧力をかけてたそうな。些細なことだけど、家に遊びに来てる時に、なんとなくテレビに映った子役タレントを褒めると、とにかく不機嫌になる、または、この子絶対普段はこんな喋り方しないようキモを糸下げ発言等、ちょっとあれれと思うことはあったけど、それは女子特有の感じかとスルーしてた。最近、うちの子供に初めてのいとこができて、とにかく可愛いらしく溺愛してる3人。私の姉の出産なので、家のこと手伝いに行ったりの話は A にしてあった。したら、おとといの日曜、実家にメイを見に行って帰ってきたら、ポストにたくさん手紙が入ってた。手紙は、私宛てもあれば、長男宛ても次男宛ても三男宛てもあった。内容は、A 娘からは、しわくちゃの赤ちゃんなんか可愛いわけない。ひとし、A 母からは、A 娘に配慮してほしい。いろいろと長く書いてあったけど、要約するとこんな感じ。そんで、昨日と今日は、我が家に遊びに来たいとメールが鬼のように来る。いや、来たいとは書いてないけど、A 娘がクッキー作りたいんだけど私、家にある抜き型じゃないとうまくできないと言ってるとか、一緒に宿題させないと学力に差が出るとか、幼馴染同士は生まれて数日の赤ちゃんに引き離せないとか、今は赤ちゃんが珍しいからわかるけど、A 娘とちゃんといてあげないと、とか。とりあえず、なんとこのタイミングで、昨日の朝から夫がインフル疑いなので、遊ぶのはまた今度と返信して、スルーしてるけど、急に入ったスイッチ、どうしたんだか。普通のほっこり系ママなのに、